今回は運命が好転し人生がうまくいくの第324回でリクエストにお答えして吉田神社を取り上げます。なお吉田神社は全国にいくつかありますが、今回は手筒花火発祥で有名な豊橋市の吉田神社です。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで吉田神社ですが、この神社は愛知県豊橋市関谷町というところにあります。ここはなかなかに厳しいところです。なるべく静かにしてるのがいいですね。騒ぐと神様にピシャリとやられますよ。その代わり変なものは即刻滅せられ、心の奥底まで綺麗になります。御祭神は須佐之男命様です。ご利益は悪縁切り、良縁結び、学問上達、文学上達、病難除去、水難除去、火難除去、五穀豊穣、厄除け、商売繁盛、病気平癒、林業守護、農業振興、安産寒風寺となっています。ここの須佐之男命様はぶった切り系です。須佐之男命様だとぶった切り系で、須佐之男命様だと文学青年系です。それではまず最初に吉田神社のご利益のエネルギーです。終わりました。次は須佐之男命様のご利益のエネルギーです。
終わりました。次は境内社の金環丸稲荷社、白森子稲荷社のご利益のエネルギーです。終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。